こんにちは、西村です。そうですね、またここ最近ですけれども、本当一気に秋めいてきてって言いますか、まあ、ちょっと寒いっすよね。熊本ももう朝晩、今日はもうちょっと薄手のコート朝から着てきましたけど、一気にですね、秋の深まりを感じるようになりました。本当ですね、今週週末からかな、ありがたいことに県外からですね、来ていただいて、まあ、ご観光だったりとか、この前は、馬刺しですよね、食べに来ていただいたついでに、お立ち寄りいただいて、それも、コートでしたね、ラティノのコート、ご購入いただいたりとか、エンメティのスタジャンですね、別注のものとかをご購入いただいたりとか、本当ですね、そういう遠いところからのご来店も本当増えてきました。ありがとうございます。で、今日は、それ、ちょっとその、肌寒くなってきたっていうところもありまして、コートですね。こちらのコートをご紹介をしたいと思います。はい、こちら、ヘルのですね、のカシミヤコート。もう、これ、むちゃくちゃ、いい素材を使ったカシミヤのコートなんですけれども、もう、ほんとヘルノの、まあ、ハイクラスなゾーンでのマスターピースですね。ここでも、もう3年か4年ぐらいか取り扱いがあるんですけど、毎シーズン、むちゃくちゃ、評判がいい、カシミヤのコートになります。まあ、まずですね、これなんと言っても、もうほんとこの素材ですね。カシミヤでもコロンボっていうところのカシミヤを使ってるんですけど、この、まあ、ツヤ感と鱗ですよね。この表情がむちゃくちゃいいですね。これもう本当動画だとちょっとね、限界はあるんですけれども、この素材がむちゃくちゃやっぱオーラがあって本当にいいですね。またこうなんか振り返る高級感っていうか、やっぱこれすげえいいよねとかっていうような、まあ本当そういうですね、なんていうのかな、ムードを漂わせるような本当にいいことあります。で、ですね。やっぱその風貌なんで、まあ、ラグジュアリーなものに、変わりは、ないですけれども、ただ、やっぱヘルノが、この、こなしがすごくいいんですけど、この見ての通りですね、首元には、デタッチャブルの、ブラケットっていうものが、ついてまして、まあ、要は前立てで、これ、イタリア人めっちゃ好きなんですけれども、まあ、ただやっぱ、この、やっぱ、ほんと機能的ですね。これがある、と、もう単純にマフラーなしでもむちゃくちゃあったかいし、あと、やっぱスポーティーな感覚っていうか、見た目にもそういうものが出てくるので、まあ、例えば、シンプルなスニーカーに、そうですね、まあ今だったら、ちょっと PT の、アクティブあたりの、そういうスポーティーな、なんか装いっていうか、ボトムスに合わせて、そのまま着ていただいて、むちゃくちゃ、なんか普段にも、着やすいと。で、もちろん、この、チェスターフィールドのコートなので、ライニングですね。ライニングとか、この、前立てを取り外しをいただくと、すごくエレガントなチェスターコートになりますので、これはこれで、エレガントなシーンに、そうですね、ドレスな装いで、スーツで合わせていただいても、何らか問題ないというところです。で、内側ですね、全体的に、これ、張り巡らされて、あります。これがめちゃめちゃポイント高いですね。もうこれなので、本当ダウン級にあったかいですよね。で、しかもカシミヤなので、軽い。で、軽やかで、柔らかなので、着心地もむちゃくちゃいい。というところで、やっぱラグジュアリーな側面と、ちょっとスポーティーで機能的な側面と、やっぱ両方持ち合わせてるような、ところっていうのが、まあ本当にヘルノらしいというかですね、そういうコートになります。ちょっとワンポイントでね、こういう首の、襟を立てると、まあこれご存知の方も多いと思うんですけど、ちょっとした、プレートがついてたりとかっていうところも、非常に好感が、ね、持てる、ちょっとデザインかなっていうふうに思います。まあね、もう一回本当、これですね。あとね、こちらですね。色違いになりますね。キャメルですね。これも、本当に、上品な、艶やかさというか、オーラがある、本当にこう、いいですね。コートになります。これ本当にこれ色ですね。ほんと動画じゃちょっと難しいような感じなんですけど、やっぱ、むちゃくちゃ雰囲気ありますね。
もう非常に素材感、あ、この角度とかいいのかな、ちょっと高級感あふれるような、素材に、なります。と、あとですね、ちょっとこれ、実は、黒がですね、もう、一回入荷分っていうのが、46以外はほぼほぼ完売になりまして、枯渇状態にあったんですけれども、メーカーさんのちょっとご協力をいただいて、また今週末ですね、サイズが、ちょっと46から52まで、揃う予定になりました。で、加えてですね、色が、ブラックと、この、キャメルと、で、あと、グレーですね。これも本当にすごい色なんですけど、それもですね、46、48、50と、で、3サイズですね、揃えていただくことになりましたので、本当、週末は、ヘルノのカシミアチェスターコート祭りじゃないですけど、そういう雰囲気になってきますので、ぜひですね、コートですね、カシミアのコートいいやつがっていうお探しの方がいらっしゃったら、ぜひ、見に来て、ください。あともう一個ですね、これ、価格ですね。これ、24万5千円、なります。決して安くはないですけど、でも本当この作りとかこの素材の良さとかっていうのを考えると、決して高くもないのかなっていうような感じもします。それと、去年とも値段変わりがないですし、まあ、一昨年ともそうほぼほぼ変わりがないのかなっていうふうに思うんですけど、このですね、ご時世、だったりとか、いろいろ機器とかもね、インターナショナルあったりしますけど、まあ、そういう状況を考えてもですね、価格据え置きとか変わらないっていうのは非常にバリューがあるのかなと思います。もう本当来年はね、さすがにちょっと値段上がってしまうのかなっていうような、でも致し方がないところだと思うんですけど、まあそこもですね、せっかくでしたら、今シーズン、ご購入いただくと、バリューが高いんじゃないかなっていうふうに思います。